くり必要ですか。まず最初にしょうちゃんで株式会します。良い子、僕たちは一生懸命勉強して偉い人になります。それには悪い言葉絶対にやめましょう。ふふふ、こら何がおかしい、勉強中だ、あっちへ行け。嫌な笑い方をするなよ。兄ちゃんちょっと耳貸せ。おいしそうな柿が2つあるぞ。そうか、行ってみよう。これだよ。なるほど。よーし、良い子は明日からだ。お兄ちゃん早く取れよ。もう少しだ。ペシャンキュッチェ。ダメだな。じゃあ金棒が取れよ。取れたか。もう少し早くしないとおっちゃんに見つかるぞ。こらー、来たおっちゃんだ。逃げろ逃げろ。こらー、逃げるのか。食べてから逃げるよ、おっちゃん。厚かましいやっちゃん、これはおいしい。うまいうまい、わしゃ負けた。今柿を取るのオラムだよね。はい、今度クラマテング。ちょっとここクラマテングの子見てくれますか。ここにこう紙芝居倫理印鑑ってね、こういう印鑑がないと昔できなかった。今の映画と一緒です。映倫絶対あるでしょ、この許可ですよね。はい、クラマテング、どちらも負けられない戦い。クラマテングも犬井翔兵衛も必死。鋭い気合とともに戦う二人を取り囲む敵も味方もシーンと静まり返って様子を見る。適当にしてたっけ。さっと切り込んだ犬井翔兵衛、バーッと飛び上がるクラマテング。えいよー、飛び降りざま切り込むクラマテングの刀をガキッと受け止めた犬井翔兵衛の刀がボキッと折れてしまう。クラマテング拙者の負けだ、切れ。手向かいをしない者を切ることはできる。約束通り杉作はもらっていくぞ。おじちゃん、杉作、苦労をかけたな。もう大丈夫だ。さあこの馬に乗るんだ。敵も味方も見守る中、悠々と立ち去るクラマテング。負けた。俺は三度もクラマテング。犬翔兵衛は河原にじっと座り込んで動かなかった。もう一度勝負をするぞ。クラマテングの乗った馬のひずめの音を聞きながらポツンとつぶやく犬翔兵衛。この続きはまた今度喋るね。見てください。この簡単なクイズをします。いいですか。はい、これはどんな話ですか。下切りすずめ。ね、簡単でしたね。いいですか。猫ちゃん、この中であるものを探しております。何を探しておりますか。上手に。なんか隠れた。壺のところ。ネズミね。よかったらすぐ紙芝居始めますので、一緒にどうぞ。最後の問題、ちょっとあと1分もかかりませんので、最後の問題になりました。簡単な問題です。でも分かっててもちょっと答える待ってて、僕は1、2、3、どうぞ。一度入れバッチリ最後決めていいですか。この絵で感謝の意味の短い言葉を当ててください。だいたい分かりましたね。いいですか。1、2、3、どうぞ。はい、バッチリ。はい、どうもありがとうございました。